スポーツチャンネル DAZN ダゾーンは18日、FIFA ワールドカップ26アジア最終予選3次予選第5戦のインドネシア代表対日本代表が、無料開放も含めたライブ視聴者数が、日本における DAZN 史上最多視聴者数を記録したことを発表した。11月15日に行われたアウェイのインドネシア代表戦で日本代表は、4-0で勝利を収めた。勝ち点を13に伸ばしたこの一戦は、DAZN が独占生中継を実施。また、この試合は有料プラン DAZN スタンダード加入者を対象とした従来のライブ配信に加えて、豪華ゲストの出演等で日本代表の熱戦を楽しめるファンゾーン配信が無料開放された。DAZN によれば、今回のインドネシア代表戦が、史上最多視聴者数を記録したという。なお、これまでの最多は、2022年3月24日に独占配信された前回のアジア最終予選のオーストラリア代表対日本代表だった模様。また、19日に行われる第6戦アウェイの中国代表戦でも、ファンゾーンが登録なしの無料で配信することも合わせて発表している。スワイアウタ。リーグ3位特G にオフ?サイトブディ副部駅副読休宿。お前ら文句言いながら見るんだろ?俺もダウ。けどまたあのクソ構成なんでしょ?有料会員との住み分けしないと有料会員がうるさいからね。俺も有料だけど別にいいんだけどな。地上波視聴率はレユ。最多の数は?何人が視聴したの ?6000 万人。やべや芸人を使って大成功だったな。スエックス。コムフ95ジプステータス8439兆。5781億、4462万9060。スエックス。コムボカ&パパステータス6970兆、2354億、6479万8309。田中みどりさん、映画デビュー?今、日本で話題となっている映画僕とパパ、約束の週末?もちろんフォルプナでも撮影が行われ、その時のホームゲームには青も先発出場していました。パパはデュッセルドルフサポ。この映画、ドイツの1、3部のクラブ全部回るからブンデス見てるやつはおすすめ。マニアしかサッカーを見てない。サッカーが失敗した理由。静止画でしまるる坂豚。Jリーグオタクは金田さんからな。野球よりも上だったのか?サッカーとダゾンはお似合いだねう。音を消して芸人ワイプのところにチラシでも貼って見えないようにした方がいいよ。視聴数出てないのはなんで?延べ視聴数とか出してきそうだよな。野球なんて実数じゃないし。ダゾーンから入るキムって1チームあたり年間3億ぐらいなんだろ?それでホルホルしてた坂豚う。豚す5657万再生。スヤウタ。リーグジャール1クアイククソー。サイズ X6 スクスグブ8フリエンズ。サッカー216万再生。スヤウタ。リーグ3位特 G にオフ?サイジにダブル K クンズグジニークサー1G? サッカー圧勝で草。まあ実際の体感人気差はこんなもんだわな。野球豚58万回。サッカー221万回よ。無料なんだから最多視聴者数なのは当たり前やろ。なんでやべとか芸能人がいっぱい出るのが無料なんだ?DAZN 運営も、金払えば芸能人見なくて済むって思ってる人の方が多いと思ってるということ?うじゃあなんでギャラ払ってまで芸能人使うんだう。まあ有料と無料同じにしちゃうと有料会員が離れちゃうってことなんだろうな。DAZN って最初期に登録した人はまだ500円なの?野球とかいうゴミレジャーは毎日マスゴミが丸ぬほどゴリ押ししてゴールデンタイムの世界大会で13しか取れねえんだから笑うしかないわなう。タレントをワイプで出しても銭にならないんだから、ワイプでずっと55西原紹介流しとけばいいのよ。野球やり出して多くの人が DAZN から離れたもんな。やべはいらないからね。地上波の視聴率的に換算すると1くらいかな。当初、J リーグはダゾーンと年間視聴者数を100万人でグリップしているが、現在は40万人程度にとどまっているため、ダゾーンは大赤字となっている。と、DAZN の置かれている厳しい現状が記されている。
俺は有料会員だからいいけど、芸能人の話聞きながらサッカー見たくないわ。何の拷問だよ。久保も出てないのにと思ったらなんだ無料だったのか。ファンゾーン見たことないけどそんなに大人気なら今日は試合と両方開いてみるかな。野球の世界大会は観客が255人や347人の記録を出してる。世界大会では驚異の観客数。DAZM って史上最多とか言うけど数字言わないよな。2023年の年間視聴者数ランキングも止めた。プロ野球ばっかりだったので、プロ野球セットとか売り始めたけどな。